新一、どっちで刺されたい？刺すな。好きだ。ビビっとるがな。13発目の麻酔針もギリギリで耐える。手ごわ。スキンヘッドにしてみたの。骨格おかしいて。普段使ってないのに麻酔中毒って診断されたのはなんでだ？心当たりあんだろ。首吊り死体があるわよ、新一。新一言うな。めぐれのデブと一緒にするな。おめえもデブだよ。死刑執行。ナイス。気づいちまったのかよ、コナン。いいや、工藤新一。黒幕だったか。死体センサー作動。敏感だね。コナン君の大きいって本当だったのね。変な自慢すな。コナン、今日は2発頼む。頼むじゃねえよ。新一くん試してみる？誘惑やめろ。子供の関係っていいわね。負けたんかい。ランがイケメンと話すたびなぜかメガネを外す。何の意味が。気づいちゃったのね、新一。そうよ、すべての黒幕はこの私。強敵すぎるわ。これを飲ませれば、アイくんはわしのものになるわけねえだろ。この父の情はラン。殺されんぞ。ランくん、ブルマを着て足を開いてくれんかの。おい、変態。博士、これでいい？いや、聞くなよ。新一、なんで目をそらすのよ。ちゃんと見なさいよ。バーローしまうじゃねえか。どういうこと？やばい、つけひげ忘れちまった。意外とハンサム。もっと事件起きろよ。ふてくされんな。毛利くんが眠らず推理？じゃあ間違ってるな。信じてやれ。コナンくんなら800ルーメンくらい目を光らせてますよ。専門家か。新一、やっと帰ってきたわね。歯食いしばって。殴んな。埋めるってこんなに大変なんですね。はい、アウト。今ペチャパイって言ったの誰？終わったな。どんだけシャワー浴びても角が崩れない。いや、硬すぎ。俺って助走もいけるのか。目覚めてる。あなたの風はどこからと聞いて本当に狙い撃ちしてくる。死ぬって。逃がさねえ。怖い怖い。身勝手の極意、案外簡単に身につくもんだな。無敵じゃん。綺麗な花火じゃの。のんきか。同じ薬なのになんで私は巨大化するのよ。灰原の仕業。アイくん、これで頼めんかね。やめろ。今回だけ特別よ。なんでだよ。クリスマスプレゼント。ありがた迷惑。あいつうまそうだな。食うな。お前が全ての元凶なんじゃない。やっと気づいたか。新発明のキャップ棒型頭皮マッサージ機が推理の邪魔をする。なら脱げ。なんで突然斜めかけバッグで来てとか言うのよ。助かる。麻酔針気持ちいい。依存だよそれ。ネタ切れだからってそんな。アニメ終わるて。こいつまだ生きてんのかよ。助けろや。お、今日の死体は生きがいいわね。もう死んでんのよ。謎が解けてないのにおっちゃんが頭を打って眠りのポーズに入った。つんみ、電話出なくていいの？分かってて聞くな、バーロー。おい、カス。知らぬ間に何人も死傷。自覚あるだろ。おい、誰だよ。今回の事件未遂にしたのは。切れんな。また自分で麻酔針刺して気持ちよくなってる。いや、止めてあげて。変なとこ見てると一生見えなくするわよ。さらっと言うな。バーロー、ジンとウォッカも追加。違うの来るて。ふふ、今度は誰を冤罪にしようかな。悪魔か。麻酔耐性ができたので物理的に変更。やりすぎ。私が黒幕ってことにいつ気づくかしら。やっぱお前か。犯人くん気持ちよかったぞ。それじゃあまた。決めよ。博士に掘られる夢を見た。うん、現実。助けて。もう3日間何の事件も起きてないの。いい調子。エロ川コナン、探偵さ。宣言すんな。視察隊を見つけるたびに疑わないでよ。怪しすぎるて。やばい、事件だ。興奮する。決勝。コナンくんが突然見た目は子供、あそこは大人、名男優コナンと言ってきた。さすがエロ川。ねえ、苦しい。苦しい。最後か。黒の組織が崇める肖像画。どんな顔だよ。もしもし、視聴率アップのためにお風呂入ったわよ。え、次はそのまま立ち上がれ。いろいろ上がるね。またやってもうた。早く捕まれ。次はあなたが被害者になる番ね。お前が決めんな。死神だなんてやだな。呪われろ。こいつが手強かったわ。やったんかい。ゲンタ進化だ。ポケモン。これだけ胸をアピールする服を着てもみんな角にしか目線がいかないの。そりゃそうだ。2本目の角を移植することが決まった。もう鬼じゃん。麻酔針って聞いたらこの顔である。狂ってる。コナンからランに変装して一発やらせてくれと頼まれた。本人に頼めよ。血が混じってるわ。落ち着きすぎだろ。ふっ、推理間違えてたわ。ドヤ顔で言うな。こんな雑魚じゃ私の相手になりません。確かに。お帰りなさい。ご飯にする？それともご飯になる？ならんて。コナンのやつ苦戦してる苦戦してる。おめえ犯人だろ。まあどんな犯人も私の角で一撃なんだけどね。やっぱ角なんかい。おめえの角なんて威力だよ。彼氏刺すな。約束通り、あなたの本体だけは救ったわよ。それシンパチ。誰よ、角がない方が可愛いって言ったやつ。終わったな。目覚めのコナン。目覚めんな。死体見たことないの？そっちがずれてんのよ。顎を引くともっと早く走れるわよ。知らんかったんかい。ほんとだ、スピードが落ちない。暇かよ。やっと私の魅力に気づいたのね、探偵さん。色気すっごい。事件をプレゼント。いらんて。犯人光彦ってことでよくね。適当かよ。新一、わしの言うことを聞いていればよかったものを。おまわりさん、視聴率アップのために来てみました。ナイス。犯人は光彦だ。多分正解。刺さるとこだったじゃねえか、バーロー。迷惑そうにすな。ねえ新一、一旦いつまで子供のふりして一緒にお風呂入るつもりなの？分かってんなら止めろや。これでランはイチコロで行くな。その顔やめろ。早漏は黙ってろ。つら。ゲーセンのクレーンゲームから取りました。パチモンじゃねえか。考察したいを考察したいなんつって。面白くねえよ。 IQ が入れ替わってる。ただのガキ。ダメ新一、角が大きくなっちゃう。真顔で言うな。友達の子供がなんでその年まで結婚してないのとしつこく聞いてくる。うざ。この年なら女湯に行ける。行くな。今週どうしても数字が欲しい。もうこれでいいんでしょ。お世話になります。ラン姉ちゃん最高。おい田中、最近お前暗すぎじゃね。なんかあったか。多分やってる。次回はあなたの町に伺います。やめて
くれ。あれ、工藤新一じゃないか。なんで知ってんだよ。蘭が死体を見つけたが犯行現場に凶器が見当たらない。いや、あるじゃん。雪も降ってきたし寒いしめんどくさいしさ、お前が犯人ってことで。な、なじゃねえよ。コナン君もノースリーブにしてあげるね。ちぎろうとすな。真実はここかな。ただの覗き。結構大きな爆発だったけど死傷者は8人で済んだんですって。十分多いわ。事件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 。怖いって。角の位置が違う。お前がルパンだ。間違ったら殺されんぞ。転んだ女の子のパンツをさりげなく見る。みんな、博士なんて絶倫なの。通報しよう。アイ君、今回も秘密で頼むぞ。おまわりさん、どう、ここ気持ちいいでしょ。何してんだ。あれ、博士がなぜシャワーを。何もおかしくねえよ。俺俺って新一、新一なのね。え、事故にあって50万必要なの。今から来る会社の人に渡せばいいのね。推理力ゼロ。さっき髪を募って言ったこと早く謝ろうね。怖いって。大人ぶるんじゃねえよ、所詮高校生のくせに。知ってんのかい。アガサ目線ロリコン。さっさと前貸した10円返してよ。器ちっさ。あ、まだ生きてたんだね。勝手に殺すな。どこ見てんの、刺されたい。終わった。最近麻酔針の効きが悪くなってきたので針のサイズを上げてみた。いや、脳筋か。おならを可視化するメガネを作ってみたんじゃ。いらね。みんな灰原の方がいいって言う。どんまい。誘拐犯コナン。堂々とすな。さっき本当は関西の人じゃないんでしょって言ったこと謝ってほしいって。子供かよ。最終回毛利蘭の逆襲。怖すぎる。まだ謎が解けていないのに味を占めた小五郎が勝手にみんなを集めて寝出した。おいアホ。首が痛い、ちょっと見せ。察し。小五郎の HP が80回復した。キモーい。悟空。それクリリン。ファーストキスが博士。地獄。おでこに蚊が。死ぬって。今週の事件がないじゃと。仕方ない。やめろ。事件がたくさん起きた。興奮すな。あなたのそれより私の角の方が長くて太いんだからね。いや、何の自慢。今度は女体化か、新一。それ趣味だろ。事件を自力で解決したいから犯人になってくれない。ズルすんな。できちゃったみたい。アウト。犯人はお前だ灰原。多分合ってる。お前は黙って俺の声出してくれればいいんだ。クズ。自首すんのかーい。どんな格好だよ。この部屋狭くない。私の顔がでかいからよ。怖い怖い。さすが吉田沙織。やるわね。やり合うな。ペ、何したんだよ。麻酔が使えるのはコナンだけじゃないのよ。なんかかわいそう。放送時間残り5分。まだ誰も犠牲者が出ない。平和だね。コナン君胸パッドつけてる。そっちの趣味が。人が落ちてくるのを待っている。サイコか。キャー、あの死体イケメン。サイコか。坊ちゃん役のオーディションに参加するコナン。そっくり。ちょ、それ危ないからこっち向けないで。刺されんぞ。工藤君、私の電話知らない。ちょっとかけてみて。もう持ってんのよ。ダンゴムシが犯人だと思うんだ。邪魔すんな。見た目は子供でも最初からバレてるわよ、工藤新一君。演技うま。全ての事件の元凶だと分かってからの扱いがひどい。もっとやれ。君がくれた音に弾けた火花に、初めましてからずっと恋しちゃってるんだよ。君のいない未来考えらんないよ。これから先も二人がいいじゃん。一途になるほど逃げたくもなったよ。散々な僕のこと呼んでくれてありがとう。君のいない未来考えらんないよ。これから先も二人でそれがいいじゃん。